サワディカサワディカねえ、僕なんて言えばいいんですかね。ニックネームはマイです。マイちゃんでいいんですか、はい、タイだけじゃなく今世界的にすごく有名なマイちゃんですけども、もういろんなね日本のアニソンとか、うん、そんなものを、ね、カバーして、はい、日本のアニソンはみんな、うん、あの聞いているから、あの海外とかもタイでもやっぱすごいんですか。そうです、タイ人も日本のアニメが大好きです、うん、アニメ何が好きですか。ハンターハンターが大好きです。ハンターハンター、はい、え、なんで日本のアニメが好きっていうか日本のそういうものに詳しくなったんですか。子供の時は、うん、あのタイはアニメ の番組が、うん、あの放送して、週末はあの毎朝起きて、あの番組からアニメを見ていました、はい、あと何好きですか。光の子とか。光の子、はい、結構古いんだけど、でも大好きです。すごい、うん、声優さんとかもやってるんでしょ。この前 あの、うん、デジモンドアドベンチャーの映画、はいはい、でタイバーソンの声優チャレンジしました。すごいですね、こ、うん、んなもいちゃんはですね、なんとランディスから11月デビューということで、おめでとうございます。よろしくお願いします。今回ね、そのまいちゃんの YouTube もお邪魔させてもらって、うん、一緒に歌を歌わせてもらって、本当に嬉しかったです。すごい、さっきね収録したんですけど、はい、楽しかったです。楽しかったで、ありがとうございます。ほんでね、せっかく今日は来てくれたんで、はい、日本の流行ってるものをまいちゃんにいっぱい紹介して食べてもらおうということで。あ、やったー。はい、はい、甘いの好きですか。甘いか大好きです。大好きですか、はい、うちのスタッフにですね、今何が流行ってるかいろいろ調べてもらいました。あ、はい、ネットで楽しみですこれが今度流行るよというものをちょっとね、うん、買ってきてくれたんですよ。まずはこちらですね。これはいちご好きですか。あの実はイチコはあまり好きじゃない失敗したイチコの味とか大好き。何が嫌いなんですか。理由は味じゃないです。ここトゥク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 はここみたい見た目ということね、はい、あ、なるほど。でも味は全然大丈夫です。あ、本当ですか。これはですね、いちご飴と言いまして、はい、あのここ1年ほど韓国ではタンクルという飴が、フルーツが大人気だったんですって、このタンフルの定番の一つ、いちごのタンフルが日本にやってきて大人気になったという説が濃厚と書いてありますけど、こちらね、竹下通りにある、はい、ストロベリーフェチさんというね、お店のいちご飴なんですけども、はい、じゃあ早速食べていただきましょう。ちょっとね、まいちゃんがいちご嫌いだとはちょっとリサーチ不足でしたね。ちょっといただきます。はい、ちょっと、あ、ちょっとあの、うん、ウェットティッシュどうですか、うん、美味しいですか、うん、これは、はい、クリスピーになります。そうですね、あの飴がけフルーツ、だからこう飴をねこうかけてるんですね、うん、あのこれねすぐね溶けちゃうんですって、うん、なのであの持ち帰りできないんですって。でも今回は、うん、あのまいちゃんが来てるということを強く言いましたら、ぜひということで今日はね持ち帰りさせてもらって、うん、はい、美味しかったです。美味しかったですか。美味しいです。飴みたいです。うん、飴みたいっていうか飴です。飴まあまあまあ、でもねこれは本当、うん、ちょっとリサーチしとけって言ったら、お前、ね、ごめんなさいね、はい、続きまして、これはですね、なんとあのチーズティー、ちょっと前に日本ではあのタピオカミルクティーっていうのがすごく流行ってましたけども、ね、タピオカミルクティーの次はチーズティーじゃないかと言われてるこの飲み物ですよ。上側がチーズで下がその紅茶というかになってます、うん、そんでね、一番最初は、うん、あの上側のこのチーズを最初飲んでほしいんですって。混ぜないで、ここで、はい、あ、いただきます。あ、チーズですね、うん、でね、次にこの下混ぜないで、下のこの紅茶というか、あ、お茶を飲んでほしいんですって。はい、よいしょ。お茶ですね食レポはまいちゃん得意ですもんね。お茶ですね。ね、でしょ。チーズの匂いがあるから美味しいです。ね、それでね、これをこう混ぜて、はい、で最後は三つの味が楽しめるという、はい、このチーズティーらしいんです。美味しいです。チーズティーね、これはね台湾の飲み物なんです。うん、台湾発。もう一個ね、最後にやった、もう一個今。
流行っているというこのマカロン。かわいい。このマカロン見てください。どうぞ。これはですね、はい、トゥンカロンって言うんですって。トゥンカロン、トゥンカロン、かわいい名前。これね、まあこれも韓国なんです。韓国で今流行ってるというか、これが日本にこう上陸したということで、韓国語でトゥントゥンハン。じゃあここで韓国語のお勉強です。トゥントゥンハンというのはどういう意味か知ってますか？ヒント、ランティス担当の竹谷でカメラの淳子、2人に共通しているものは何でしょう？竹山さんと淳くんのこう体型を見てください。体のこう丸丸丸、そうそうです。トゥントゥンハンというのはですね、はい、太ったという意味なんですね。あ、 ひどい。いただきます。あのね、でもあの何味なのかうちのスタッフが聞いてきてないっていう。あの食べ方は食べ方は、ね、食べ方は何でも、そのままでいいですか？あ、全然。ウェットティッシュね、大きい。クイーンというお店、ね、クイーンさんということで、これも竹下通りにあるんでしたっけ？竹下通りの。おいしい、おいしい、おいしい、いただきました。これもね、韓国産ということで、一つも日本産のものがないですけど。タイの方はどうなんですか？タイは、はい、何が流行ってるんですか？あ、どうぞ。流行っているものはないですけど、うん、タイからの、はい、あのトラディショナルスイーツ持ってきます。スイーツばっかり食べるから、はい、多分あの甘いすぎるかもしれない。おー、だからスイーツの前はこれがあります。これは一番人気のフルーツです。じゃん。うわ、出た。ドリアンはね、はい、やっぱりちょっと苦手ですね。本当ですか？はい、食べれます？食べれるけど、はい、私もあんまり好きじゃないです。タイの方もそうなんですか？やっぱなんかタイ人はあの、はい、好きな人とあの苦手な人は半分くらい。でも、そうなんですね。あの今日のドリアンはあの普通のドリアンじゃないだから、フライドドリアンはポテトチップみたい。あ、はい、まあ、だから本当に、ね、美味しいです。食べてみてください、はい。あ、匂いしないですね。うん、匂いがないですね。これならいけそうな気がします。はい、じゃあいただきます。はい。全然いけますね。美味しいですか？うん。いや、美味しいか美味しくないかって言われたら食べれますけど。これはいいですね。これ全然俺食べれました。なんかね、やっぱり。はい、ちょっとね、ドリアンは、うん、なんかこう強烈じゃないですか、まず匂いから。あー、でもこれは匂いが強いですね。ね、これだったら全然いけますよね。はい、はい、じゃあ次は何に挑戦しましょう？はい、じゃあ次は、はい、これはあのタイ の、はい、あのトラディショナル、トラディショナルスイッチです。はい、あ、おー、今日は、はい、これですね。これなんですか？ラッキョウみたいな。これはあの、はい、トンヨーとフォイトンという名前です。これですね、卵の、はい、あんな、あ、卵、はい、卵です。黄身ってことですか？そうそうそう、黄身、あ、じゃあこれ黄身と砂糖、はい、はい、食べてみてください。いただきます。うん、あ、あ、うん、大丈夫ですか？甘い甘い。思ってたより食べれる。あ、食べれる。いや、でも、美味しい、言わなかった。いやいや、美味しい、美味しいよ、美味しい、美味しい。オネスにコメント教えてください。有名なんです、僕あの好き嫌いが多い。海外行ってもほとんど食べれないんです、僕。あー、本当ですか？はい、でも全然食べれます。あ、はい、よかったです。はい、次はあの遠藤さん、あのココナッツミルク好きですか？あー、はい、あの好きか嫌いじゃなくて食べれます。はい、お、食べれます。じゃあ、はい、これいきましょう。なんかちまきみたいな。はい、あのこれはカートンマっていう名前です。はい、カートンマ、カーはご飯です。あ、ご飯なんですね。はい、おおお、ちまきっていうか本当そうなんだね。はい、ほら、普通はご飯をクッキング時は、うん、あの蜜を入ってそれそのままクッキングですよね。でもこれは蜜じゃなくてココナッツミルクに代わり。そうなの。じゃあいただきます。はい、
うん、本当だ、ココナッツミルクの味がする。え、これ中には、うん、バナナです。そうだ、バナナの味だ、これ。そうです、食べれますか。なんで一緒にするかな。これはグッズ、どっちですか。あの、マナガだからコーンでだけで続きまして、はい、そしてこれいきます。はい、これはタコです。タコ、タコ、タコはタコ、あのココナッツミルクのジェリーの下は、はい、あの特別なものがあります。ほら、緑色のキャビアみたいなのいただきます。はい、ココナッツミルクですね。何ですかこれ。餅、小さいの餅。じゃあこれはどっちですか。お、想像通りの。そうそう、お、そうそう想像通りでした。あー、よかったです。はい、はい、次はこれです。これ、あ、ボンのプラウです。これ何ですか。うん、ココナッツミルクの。またココナッツですね。そうです、はい、全部ココナッツミルクです。はい、あ、これも2層になってますね。はい、あ、本当だ、寒天みたいな、うん、日本でいうね、ジェリーみたいですね。あ、本当だ、寒天だ。これが一番俺は美味しい。おお、すごくあっさりしてるよね。うん、バランスがいい。うんうん、あ、じゃあよかったです、ね。はい、ありがとうございます。ああ、なるほど。一番好きはどっちですか。あの僕これですね、このアウンのフラウ。はい、おー、よかった。あと、うん、意外ですけど、バナナと、あの、ちまき、意外といけました。でもあれはこれですか。いやいや、びっくりしたんです、だから。バナナと、なんで一緒にするかなと思ったんですけど、意外と合うなと。おー、よかったです。うん、思いました、はい。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまってあるんですか。タイはごちそうさまはあまり言わないですけど。言わないですね。誓いの意味の言葉があります。はい、なんていうんですか。イムレオ。イムレオ。いいのか、あの、女の子と男の人は別々です、ね、だから、いんらおクラップは男の人、いんらおクラップ、あ、いんらおクラップ、私はいんらおかになります。はい、いんらおか、いんらおか、ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかった。もうちょっと、まいちゃんと仲良くなりたいのでゲームをしてみたいなと。あ、やった、私ゲームが好きです。こういうはっていうゲームあるんですけど、まえちゃん初めてだったので今日はお会いするのが、うん、ちゃんとコミュニケーション取れるかなとすごく心配してたんですけど、そうですね、全然日本語ね。いや、でも本当に難しいです。いや、難しいと思うよ。だって僕もちゃんと喋れないもん、日本語すごいなと思って。だからね、今回このはっていうゲームがありまして、今回はこの中からこういろんなものがあってね、はというカードがあるんですけど、 A から H までね、あの、いろいろありまして、歯だけでいろんな感情を、表して、それを当てる、お互い当てるゲーム。はいはいはい、ここに、H までありますけど、なんでの歯、力をためる歯、呆然の歯、関心の歯、怒りの歯、とぼけの歯、驚きの歯、失恋の歯。じゃあこれのどの歯なのか。ほう、じゃあ、 見てる、ね、皆さんも一緒に、考えてみてくださいね。こう見えてもね、うん、俺、歌をやってなかったら俳優に、いや違うな俺嘘ついた。俺俳優できないんですけど、下手だとは思うんですけど、ちょっとやってみますね。はい、何しようかな。ほー、これは簡単じゃない。え、ほー、ほー、なんでしょう。とぼけですか。あ、これは俺がダメだってことか。そうだよね、そういうこと。ちなみにですね、今関心の、関心は、関心っていうのは、あ、すごいなっていう感じですか。うん、関心は分かってなかったんだね。そうだ、俺の演技がどうのこうのじゃなかったね。ちなみに、じゃあ、まえちゃんの関心の歯、ちょっと見せてくださいよ。まえちゃんの関心の歯、見てみましょう。はぁ、うまい
あ、うまい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 。でも関心って分かってるからだよね、うちら。おお。関心以外で決めて歯やってもらっていいですか。はい、じゃあいきます。あ、いいでしょ。はい。あ、ちょっと待って、これ分かりやすいんじゃない。簡単でしょ、これ。簡単ですか。これ A のなんでの歯でしょ。正解。うわ、これ簡単だよ。ちなみにリクエストしていいですか。あ、はい。失恋の歯。あー、まいちゃん、失恋の経験はあります。あ、じゃあどういうね、恋愛をしてきたのか、ちょっとこの歯に全部こう集約さ、あまり歯は言わないですけど、なんか泣いてばかり。じゃあ、まいちゃんの失恋の歯、いきましょうか。どうぞ。つらい。よっぽど何かあったんだね。じゃあもう一個だけやりましょうか。はい。まいちゃん、やばいとにゃー、どっちが好きですか。遠藤さんのニャーを見たいだからニャーって言います。はい、じゃあ、ニャーはですね、はい、捨て猫のニャー、うん、猫に向かってニャー、はい、甘えたニャー、リアル猫のニャー、混乱した時のニャー、威嚇のニャー、眠い時のニャー、可愛いニャーね。じゃあ俺からいきましょうかね、またね。何になるかな、ちょっと難しいのをやりたいな。じゃあいきますよ。はい。にゃん。なんで笑った。あっち。なんでしょう。にゃん。にゃん。にゃん。し。し。甘えたにゃ。はい。どっちか迷ったんです、俺。この甘えたにゃか可愛いにゃ。ああ。可愛いにゃにしちゃったんです、俺。やっぱ可愛くなかったですね、53歳のにゃは。最後にじゃあ、まえちゃんに、にゃーをやってもらいたいんですが、はい、何のにゃー見たい、まえちゃんの。竹谷。はい。ランティス担当の前に決めさせてやるわ。お願いします。何でも合うよね、まえちゃん、多分ね。でも、にゃーは、全部にゃーだから難しいですよね。うん、そうだよね。これお。あ、これ。じゃあ、行ってみましょうか。まえちゃんのにゃー、行ってみたいと思います。どうぞ。お、あ、わかった。これ D のやったリアル猫のニャーですよ。やったー。お、うまいですね。あ、本当ですか。うまい。やっぱね、まいちゃん何やっても可愛いですからね。はい。これでちょっとね、距離が近づいたかな。はい。仲良くなれた気がしますかね。はい。ありがとうございます。コロナ症だから、あのクロスできないから。そうそうそうね、ちょっとね。うん、でも気持ちがクロスします。ソーシャルディスタンスを保ちながらやってますけども、はい、まあ今度ね、またどっかのイベントとかね、はい、会えたら知らんぷりしないでくださいね。今日はですね、はい、あのマイちゃんに来てもらいましたけども、楽しかったですか。あ、楽しかったです。本当にありがとうございます。俺も楽しかったですね。あのタイの食べ物もすごくごちそうになって、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後に日本のファンの皆さんに一言メッセージを。はい、タイから来ましたアニソンシンガーマイドリンで、皆さん本当によろしくお願いします。ね、11月、デビューしますんで、マイラリンちゃん、マイちゃん、ね、よろしくお願いします。今回マイちゃんと一緒に、コラボをした動画は、マイちゃんの動画の方に上がってますんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。バイバーイ。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がりいた。今夜星を見に行こう。
まにはいいこと言うんだね」なんてみんなして言って笑った。明かりもない道をバカみたいにはしゃいで歩いた。抱え込んだ孤独や不安に押し潰されないように真っ暗な世界から見上げた夜空は星が降るようでいつからだろう君のことを